ってことはなんかゲットできるやつあるのかな今回。アイスどれが好きキャンペーンだって。ポクピグさんありがとう。何がもらえるんだろう。あ、クロちゃんありがとう。こんばんは。リノリーのアイス食べてない。何そのアイス。バラさんありがとう。え、なんだろうこれ。なんか選ぶ系。対象のギフト集めよう。え、どういうあれなんだろう。対象のギフトってどれ。あ、これか。ああ対象のギフト、それを30万ポイント達成したらなんかアイスクリーム。レッドステラって何。皆さん見てください。このさアイスクリーム対象ギフト、このギフトを投げてくれたらなんか加算されるんですけど、ポイントになんか30万ポイントに加算されるんですけど、このねもらえるやつがね、なんかこういうアイスクリームとこのレッドステラがもらえるよって。でもレッドステラというのはショールームアワードの選出基準の一つとなりだって。基準となるスターだって。これ達成しなきゃじゃん。そうなんだ。それじゃないと選出の基準に新しくなんか加わってます。選んで選ばれるその基準に選考に入れない。どのギフトだって。30万ポイントでいいんだよね。それだったらこのアイスバニラいちごチョコミントのどれでも。このさあ、コバコバありがとう。おやつ見えますか。なんかとりあえずアイスのやつだったらアイスカップ、普通のコーンアイス、あとダブルアイスカップとアイスクマのやつ。アイスならどれでもいいのかな。対象ギフトはこちら。アイスなんか無料でももらえるみたいなんで、ぜひアイス待ってます。星がないとスタートライナーも立てないのね。そうらしい。わかんない。なんか新しく加わったらしいんです。ショールームアワードにはそのスターがないとなんかスタートラインに立てませんみたいなことなんだと思う、きっと。雑巾さんありがとう。すいません今日はもう逆上がり公演のリハでクタクタでさ、もうぼさってしまったけど。雑巾さんありがとう。かわいいアイスのクマ。選出基準らしいよ。そう、新しいやつですねこれは。今年初めて。ありがとう皆さん。なんか外れたとか言ってたけど当たり外れがあるのかな、くじみたいなやつ。ありがとうございます。カメさん ありがとう。今日は逆上がり公演投資リハをしてきまして、であ、ブタバラさん当たり当たり。え、誰誰、ブタバラさんが当たりましたって。当たってるじゃん。え、当たったら何がもらえるの。何がもらえるんです。まとめ買いもいいです。もうなんか熱くてこのこういうクリップでまとめちゃってます。何がもらえるの。
表彰されたステラングラス。そうなんだ。ティあん重大な異常なし、よかったよかった。タアさんありがとう。これ当たったら何がもらえるんでしょうか。ん、なんか書いてあったような気がするな。これ当たりましたら、レアなユーザーメダルをプレゼント。当たりを引いた数によってメダルが付与されます。あ、メダルね。なんかショールームのこのバッジ的なさ、メダルのやつだよね確か。もらえるんだ、すごいね。こんにちは、こんばんは。あのポイントの対象がやるし、占いのギフトはポイントの対象がやるし、あ、ダメだもう引かなくて OK ですみんな、あ、本当だね、見て、ランキング対象外だってこれ。じゃあダメです、もう占いしないでください占い、もう占い終わり。あの今日はスカーガリー投資リハ、2回目の投資リハだったんですけど、そう、あのね、ちょっとここ3日間ちょっと疲れちゃってて、もうなんか踊ってたからずっと土日もね。帰ってきたら、あの今日帰ってきたら寝ちゃ、もう疲れてベッドに浮くでってなっちゃいました、ずっと。そう、1000ゴールドのやつ投げちゃいかんですね、投げちゃいかんでした。メダルがあると効果があったの意味があったんですけどね、今回は何もないのかな。ないのかな、なんかありそうだけどね。だって当たりとかそう、あーでもないのか。なんかメダルがもらえるっていうことなみたいだね。もうメダルが欲しい人はやってるかも。ひろちさん、あ、ダブルカップありがとう、くじ引き引かずにダブルカップ、ダブルカップ1000ゴールドのやつありがとう。そう、よく寝落ちする？寝落ちしないようにしてる、なるべく。なんか当たりじゃん、いいじゃん、もらえたでしょ。でも愛知手紙で泣いた、ありがとう。で帰ってきて、で、ね、ちょっと寝ちゃったですけど、その後にもその今同時並行で並行して、まあ私のね、あのグッズのやつもちょっと決め、いろいろデザインしてて、そうそう、本当デザイン系が多くて今、あのショールームのアバターのデザインもいろいろ担当してくださってる方とやり取りして、なんか要望を伝えて、こういうのがいいですみたいな感じでいろいろなんか送ったりとか、めちゃめちゃデザイナーみたいなデザイナー兼なんだろう、グッズ制作スタッフ兼なんかいろいろ裏でやってて、めっちゃやばい、めっちゃ大変って感じで、帰ってきてからもそれやってたりしたら、もうこんな時間になってました夜。そう、結構やばいね本当。でも私がそのなんて言うんだろう、全部のデザインを完成させるわけじゃなくて、まあいろいろこう自分で殴り書きじゃないけど、まあ自分でもうざっくりしたデザインを考えて、それを提出して、それで綺麗に整えてもらってっていうのは、スタッフさんがやってくださるので、いつもそう、そっちの方が、その作業の方が多分大変なんで。そう、私はね、でもデザインとかどうしようっていう、その0から1にする部分がめっちゃ難しくて、そう大変だなって思って、その
1になったものを100にしてもらうっていうスタッフさんに。そうなので、まあ生み出すのね難しいんですけど、でもなんか可愛いグッズが作れそうだし、可愛いアバターも作れそうなので、そう楽しみだなって思ってます。こうやって可愛い子がいるけど誰だろうって思ったあいつだった。嬉しい。誰だ誰だろう。そう、そういうのできる。でも一から考えるのって難しいから、難しいんですけど、なんかでも私学生の頃から結構なんかそういうのは好きだ、なんて言うんだろうな、ちょっとみんなと違ったようなデザインとか、あの美術の時とか技術の時とか、そういう制作する時、何かを制作するっていう時は私なんかあんまり人と被らなかったですね。そう、あんまり人と被らない感じのデザイン性それがなんかめっちゃ上手いかどうかは置いといて、すごくなんかあんま人と被らないようなデザインはしてたけど、そうでもなんかでも考えるの楽しいんですけど難しいね。楽しいけど難しい。そしてなんかでもこう世の中にあるものをまたこういろいろ見て、世の中にあるものを見て、そこにそこから、だから0から1っていうのはマジで難しいと思うけど、だから1から10とかに何かあるものを自分だったらちょっとこうやってなんか改造というかなんかそれをさ、モチーフじゃないけどそれを一番下の基盤にして、またそこから自分でいろいろ変えて作るとかの方がなんか簡単ではある。まだね、0から1がどんだけ難しいことかっていうね、大人の方でそういうデザインのお仕事だったり、まあ、グッズな、いろいろなんか物を作るとかの制作、何かを制作するっていう方、まあ、制作だけじゃないんですけど仕事だからやっぱあるじゃないですか、0から1にしなきゃいけないことって多分、まあ、職業によってはそれが多分もっと難しいから、何かこうかアイディア生まれて企画とか企画書とかでもそうだと思うんですけど、なんかそれをこう0から1にするっていう作業をしたことしてる方とかはマジで尊敬しますね。本当に、そうそう、まあ確かに小田さんとかもそうですけど、マジですごいと思う。そう、普通じゃないよね、いい意味で。なんか天才ですよ。そう、生み出すのが得意な人、アレンジするのが得意な人がいるね。うん、そうね、私でもアレンジ、どっちが好きかっていうとやっぱアレンジの方が好きだけど、生み出すのってマジですっごい難しいことだよね。そう、でもなんか私の、まあ、初めてのバージョン1村民愛知グッズのね、一応なんか単独グッズ的なのはバージョン1なのでね、どうだろう。あ、1830、ありがとう。なんかみんながね、本当いいな、いいねって思ってもらえるかちょっと不安な部分もあるんですけど、もう一生懸命頑張ってなんて言うんだろう、隙間時間というか空いてる時間を縫って考えてるんで、ちょっと
楽しみにしていただけたらね嬉しいですね。1830ありがとうございます。なんかみんながなんかみんなファンの方がすごい頭に浮かびながら制作してます。この方がこれをなんかね持ってたらどうだろうとかいろいろ皆さんを思い浮かべて作っていますので、そうどんなグッズ作ってるのだいぶうんまあでもなんかまあ今いてくださってる村民の皆さんへ向けただけじゃなく、ほんと新規村民拡大に向けたグッズでもあるんで、なんかそういう一個のねなんかきっかけ、こういうグッズを手にすることでちょっとしたさあ僕も愛知村の一員になれるなみたいな、そういうきっかけでもあると思うので、そういうきっかけになったらいいなってすごい思ってる。持ってますね。小川さんの参考にしましたか？あ、でもハルルンもちょっと関係してる部分はあるんで、そうそう。やっぱね、村民交流をしてから私もいろいろ変わった部分ありますので、そう。あそこもね一個のなんか出会い出会いに感謝って感じで、いろいろまあ関連してることもありますので、お楽しみに。映画祭に赤 T で行ったよね。いいと思う。舞台じゃないからいいと思う。舞台じゃないからいいと思うけど、どうなんでしょう。そう今ねやっぱなんか公演っていうかやることがね多い中で。なんかそうそう、ちょっと考えることもデザインとかも考える、いろいろね制作のことで考えるのも多いから、ちょっとすごい頑張って頭働かしてます。ちょっと仕事多いね。いやーもっとしたいですねもっともっともっとしたいですので、休息も取ってね、ありがとう。私でも結構休む時は休むし、オンとオフは割とできてる方なんで、そうだからこそ結構健康でいられてると思うんだよね。精神的にも体的にも健康でね今んとこずっと来れてるんで、そう結構なんか休む時はめっちゃリフレッシュしてます。シーパラのあつ森コラボ行きたかったな、でももう行けなさそう、日程的に行きたかった、行けないね、行きたかったわ。最近もうめっちゃあつ森してんのに、今めっちゃ自分的にまた再熱してるんだよね、あつ森が。そうで私今
あつ森で離島ガチャ？ん？うん。離島ガチャしたらさ、あのまずチケット、あの何マイル旅行券で2回目に2枚目にチャチャマル出て、みたいな、2枚目でもうチャチャマル引けたと思って最高ってなって、また住民が引っ越すってなったから離島勝ちしたら、あの5枚目くらいかな、次は5枚目くらいでスピカっていうあの新キャラクター、集まりの新キャラでめっちゃ人気キャラなんですけど、すごい可愛い水色とか青系のキャラクターで、なんか部屋とかもキラキラしてるなんか部屋で、すっごい可愛いのねその子。だからめっちゃ運良くて、なんかすごい、でその後も離島ガチャでまたメープルとかも引いたので、だいぶ私の村可愛いあのキャラクターが増えてって、そう、あの村のね、やっぱなんて言うんだろうな、猛獣があの小動物になったらいいなっていう気持ちで、あの引っ越ししてくれるのを待ってます。猛獣います、私の村。住民追い出すの懐かしいケンタっていう、あの前アイリがすごい嫌いって言ってた、嫌がってた、いやなんか嫌っていうか、もうなんかすごい喧嘩腰なので、ケンタっていう人がね、鳥の鶏のキャラクターがもうすごい喧嘩腰でいつも来るから、すごい嫌だったから、そう、あの引っ越してくれたよ、その人はもういないんですけど、今はなんか牛みたいな人いるので、そう、 牛みたいな人がまだいるので、猛獣がそうまだ結構います。そうでね、なんか私の村にね、チーズのね、本当に食べるチーズの模様の、チーズの模様をしたあのネズミのキャラクターがいるんですけど、住民がいるんだけど、その人の名前なんだと思う？チーズって名前なんですそのまますぎてやばくない？なんか名前結構そのままなんだよね、そう、チーズなんだ、でもそのままやん、ひねりなしやんと思って、一応私の村にまだいます。めっちゃ紳士なキャラクターだけど、すっごい面白くて、そう、なんか結構つぼったね。あとはタコのキャラクターもいて、タコの住民はなんか足がもうちゃんとタコの足になってて、こうやってあの可愛いんだよ、でも女の子でピンクので、リボンとかも好きで、なんかフリルとかも好きで、めっちゃ性格女の子なんだけど、なんかくちばしとか、なんかタコの口しててでも可愛いの、あのなんていうの、そういうリアルなタコじゃないからすごい可愛いらしいんだけど、そういう子もいて、名前もあのタコリーナって言うんですけどそう、なんか結構名前がね、あの割と関連してる名前なんだよね、意外とその外見とかに、そうそう、だからめっちゃ面白いですね、名前とか出会う、いろんなキャラクターに出会えて、おやすみ、おやすみなさい、おやすみなさい、そう、めっちゃたこやちゃんとかもいるね、たこ焼きだよね、たこ焼きの子だよ、すごい面白いです。名前決めるのセンスがいるよね、めっちゃ大変だと思うよね、そう、うん、でもチーズとかもうなんか深夜に考えて、もうなんかあのほんと疲れすぎて絞るし、もう考えに考え抜いて、もう一周回ってもうひねりなしであの決めちゃった感じじゃない、チーズはかわいそうなくらいひねりなしじゃない、うん、しかもあのカタカナチーズね、うん、もうそのまんまね、なんかなかったんかなと思う、そう、ラブリ島です、私まだ
ラブリ島だけど、もう本当に荒れてて、うん、荒れ島、本当に。あの、なんか開拓っていうか、あの、島をもう改造したくて、その途中だから、もう、すごいなんかもう、物が散乱してて荒れてるんです。ネズミでチーズでどこから、ネズ、まあチーズが好きじゃん、ネズミは。だからもう、チーズの模様にして、もうそのままチーズ。キャラの数はね、多いからね、そう考えるの大変だよね。本当にそうだよ。ああ、面白い。そんな感じで、まあ疲れてても結構毎日のように、あの、あつ森は日課でやってるので、あ、トムとジェリー、あ、そうかもね。あの、毎日のようにやってるので、それが結構自分の中でなんか、あの、娯楽になってますね、お家での。そう、あとはまあテレビ、あの、 TVer 見たり、ドラマ月9も見始めましたし、そう、あとはあの、いつもね、バラエティーはね結構見るんですけど、アメトークとか、イッテ Q とか見るし、なんだっけあれ、あのね、何見てたっけな、アメトークとか、イッテ Q とか、あと、チデ、花大さんと千鳥くん、花大さんと千鳥くんって知ってますか？あれは大好きなんで、絶対、アマプラでも見てるくらい大好きなんで、めっちゃ見てます、いつも。いや、本当に、そう。夜更かしとかもまあ見るときは見るね。そう、まあそんな感じでね、テレビもちゃんと見つつ、なんかご飯食べるときは絶対見るんです。そう、そんな感じで、皆さんもまた、今日は月曜日だったので1週間頑張りましょうね。逃走中はね、 見なきゃ。ではランキングを見ます。13位しべちゃりさん、12位カメさん、11位コバコバ、10位バラさん、9位ブタバラさん、8位イチロイスさん、7位ターさん、6位レアルさん、5位クロちゃん、4位ズッキーさん、3位ホクペグさん、2位タータンさん、1位ゾッキンさんです。ありがとう、みんなありがとうございます。おやすみなさい、お疲れ様って、ありがとう、またねー、みんな。バイバーイ。おやすみー。ありがとうございます。